さあいよいよメインイベント WBO 世界ミニマム級タイトルマッチ12回戦です。この試合の解説は元 WBA 世界フライ級、元 IBF 世界スーパーフライ級2階級制覇チャンピオン、 K ワールド3のダサーダサーさんです。どうぞよろしくお願いします。あげるあげる。さあいよいよ谷口チャンピオン2度シーボ戦シーボギードにジェルジャレボウィーウィーの防衛戦ということになります。まずこのフレームの差ですよね。ゲームのボス、でも飛び込んでくると思うので、はい、パパの歌ってながらビンマリリンコーナーカンピオン、チャタオフレディ23掴んでほしいですね。はい、チャタオチャラタマヌーノーズモソポルターカーアピリピンのバッグ一方メルビンペースで157cm、まあ、何かその数字以上に少し差はあるのかなというふうに感じました。ゲン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 、カリカリカバリーもしています。谷口第1ラウンドはスタートしました。やっぱり一晩ちょっと違ったぐらいに見えますもんね。中央を取っています谷口。まあ、まずこの試合の見どころを伺っていきたいと思います。大輝さんはどういったところを注目されますか。やっぱりね、あやとうでも今はね、そのお互いがお互い警戒し合って本当に単独種目を回してるし、はい、ただやっぱりチャンピオンがやっぱ目でね、圧をかけてるんで、はい、やはり中央を取ってますよね。まあ、サウスポーからまずジャブをついていきながら、まあ、左のビッグヒット、まずこれを狙っていこうという谷口です。まあ、はい、フィリピン人の特徴っていうのはすごく、一撃がすごく速くて、切れるんで、そこは注意しないですね。まあ、19勝していますが11のノックアウト勝利があるという選手、まあ、前回は相手をカットしての2ラウンド TKO 勝利を飾っているデサイバーです。まあ、非常にいいパックを持っています。バトゥー入っていきます。左ボディ、結構ボディをデサイバー打ってくるんですね。はい、ただでも本当にメキシコ人とはまた違うんですけど、フィリピン人はスピードがあるんで、はい、そこはまあもうチャンピオン分かってると思いますけどね。はい、まあ、そのあたりはもうエルマタドール本当に出入り素晴らしいジャンプです。前で奥手から入っていきました谷口。まあでも左と右の戦いなんで、やっぱりお互いの挑戦者からいうと右ですね。はい、谷口チャンピオンからすると左ですね。あれがジャブのようになってくるんで、はい、もういいですね。そうですね、はい、しかし左のボディを返します。ベルビン出るサイブ、まあ、いいタイミングですね。お互いがクリーンヒット一発で消えましたね。やはり一筋縄ではいかない最強挑戦者。もうちょっとちゃんとゆっくり来てくれたんですよね。結構いってますよね、序盤から、はい。まあ、この辺りが右のフック、やはりいいパンチあるパンチありますね。はい、おいでもデルサイブに強いパンチを当てました。あまり被弾するイメージが谷口選手ないので、普段はそうですね、まあ、まだ掴めきれてないところが一番危ないんですけどね。はい、はい、まあ、今度序盤ですよね。WBA のスーパーチャンピオンが控えているという形です。
まあ、谷口選手に聞いてもとても的確な分かりやすい指示をくれるのでとてもありがたいんだというふうな話も聞いています。まあ、ただ1ラウンド見るだけでも、まあ、これまでの挑戦者ともまた違うジェルサイクの強さというのも感じましたね。そうですね、はい、いやーすごい怖い挑戦者ですよね。まあ、やはり最高挑戦者、まあ、現状で8連勝中です。まあ、自分は相手によってファイターにアドバイスされるんだというふうにデルサイムは話をしています。まあ、ですから引き出しも結構持ってるというそうですね。まあ、でも世界クラスになってくると別に何でも対応してきますけどね。やはりそういうところですね。はい、まあ、ただ得意な分野は絶対にあるので、はい、ボディこの辺りのボディーワークがやはり谷口ですよね。またどうでしょう。でしたね、はい。まあ、闘牛士らしい、本当に相手をひらりと飛ばしていく、このディフェンスのノル。今の右のジャブとかもね、下に行ってる、はい。あれがやっぱり、相手のガードを下げさせるんで、はい。やっぱり打ち分けの意識っていうのも試合通して大事ですかね。やっぱりバリエーション多いですね。はい、はい、さすがです。ラウンド特に打ち立てしっかりしているなという印象で入りました。入り口こっちはこのコース、こっちはこのコース、このコースの右サイドのコース、こっちはこのコース、ビバー、ビバー高めのコース、なかなか見せこのコース、こっちはヒロヒロのコース、Thank you.